筒の部分がね細いんですよ。もうチーク旋風が吹き荒れているということで、これ可愛いなと思ってたやつです。アヤムドネーションプロジェクトというプロジェクトの一環のアイテムで、フランボワーズのジュレも入っております。こんにちは、スプードッチ AP エディターの佐藤です。今日はエディターが最近買ったものを紹介したいと思います。こちらエディターの桜葉が購入したボッテガベレタのブーツです。はい、かわいい。こちらはですね、桜葉が知人が履いていて思わず一目惚れして購入してしまったというブーツなんですけども、ちょっとコメントを紹介してみたいと思います。このブーツの鍵はやはり足元のボテッとしたボリュームとタイトな筒のコントラスト。サイドゴアといえどかなり細めの設計なので、セカンドスキンのようにぴったりと肌に密着する感覚があります。それがこのつま先の曲線とこう合わさることでモダンな表情を演出しています。前後に配されたレザーのタブ部分もとってもデザインとして効いてますよね。色付きのソールとも散々悩んだんですが、足元は引き算しながらいろいろな装いと合わせたいので黒を選びました。大事にたくさん履いていこうと思います。いいですね、この本当にあの桜葉も言ってたんですけど、この分かりますか、本当にねこの筒の部分がね細いんですよ。エディターの桜葉修復チェックにも出ているのでぜひチェックしてほしいんですけど、すごいあの新進系の素敵なブランドの発掘と着こなしがめちゃくちゃうまい個性的な洋服を着てるんですけど、確かにこのそんなお洋服にもぴったり合うようなシンプルでスタイリッシュなお靴、これは一足持っておけば間違いないという靴ですね。でもう一つ桜葉が買った理由が、ボッテガベネタのクリエイティブディレクターのダニエル・リーの退任するというニュースを聞きつけて、あっと思って駆け込みで買ったアイテムらしく、そういう人結構周りにもいっぱいいたんですけど、今季2022年春夏ちょうど今のシーズンで、彼が手掛けたコレクションが終わってしまうので、私も何かしら何でもいいのでゲットしようかなと思っているところです。続いてはエディターの板垣が買ったアディクションのチークです。板垣はビューティー担当をしてるんですけども、彼女によるとどうやら今シーズンは各社がチークに力を入れていて、こうチーク旋風が吹き荒れているということで、その中でも特にこの一つ感動したという一品を持ってきていただきました。ではコメント紹介します。私が心を奪われたのはアディクションのザ・ブラッシュニュアンサー、中でも 005N のオーロラベールはその名の通り、まるで頬にオーロラを乗せたような神秘的な仕上がりが叶う唯一無二のカラーです。こういった偏光パールのハイライトやチークは海外で4年ほど前から出ていましたが、どれも実用性には少し欠けていました。しかしアディクションの色づきは本当にちょうどいい。手持ちのチークに重ねるのはもちろん、これをちょっと頬にパッと重ねるだけでハイライトになってドリーミーかつヘルシーな頬に仕上がる一品ということです。このねオーロラ感伝わりますか。ちょっとこうピンクなんですけど、ベースはほんのりね青っぽいのかしら、偏光パールが入っていて、なんかオーロラ系のアイテムって今その Y2 系トレンドがファッションでも来てると思うんですけど、オーロラとかラメとかキラキラって欠かせないなと思っていて、ちょっと顔にもオンしちゃおうかなっていう気持ちになってきてません？ちょっと試させていただきますね。あ、本当にさっと一塗りでねパールのおかげで綺麗に抑えられてますね。ちょっとピリッとした格好とかにね、顔だけなんていうのか艶やかな感じで仕上げたい時も使えるなと思いました。次はこちらエディターの歯が購入した傭兵大野のワンピース。私もね傭兵大野さん大好きなんですけど、実際あの22年春夏の展示会でこれ可愛いなと思ってたやつです。ではコメント紹介します。どんな場所にも行ける上品だけど気取らないムード、そしてどんな服にも似合う合わせやすさと袖がないことで生まれる軽快さ、好きなところを挙げたらキリがなく、あまり似た傾向の袖がない黒いドレスばかり持ってはいけないなと、ここ数年は買わないようにしてました。しかしこの度また素敵なワンピースに出会ってしまい変えてしまいました、ということでこちらの
ワンピースでございます。黒いサテン地に白い糸でキルトのような模様が表現された一枚は、バッグの後ろのラウンド型の金具や前にわざと揺れるように長めに付けられたストラップなど、ちょっとこのアートのようなデザインを得意とする傭兵王のならではのデザイン。黒だけど無難じゃなく華やかで、今まで持っていたものとは違う佇まいがあります。丈は164センチの私が聞いたジャスト膝丈ぐらいで、巻き下丈のドレスばかり持っているので、こちらは新鮮に着こなせそうです。ということでワンピースで、まさに歯が言っていた通り、傭兵大野さんのデザインの特徴っていうのは、ちょっとこのなんかどこかにアート的なところというか、なんか彫刻っぽいのか建築っぽいのか、ただ構築的なデザインですよみたいなのではなくて、ちゃんとこう体を優しく包み込んでくれるような感覚があるのが、私はこのブランドのとても好きなところになっております。でね、バックスタイルがこの後ろの潔の良い Y 字のバランス、これは日本じゃちょっとね、なかなかハードル高いかもしれないんですけど、もう一枚でそのまま着たい、背中をバスンと見せて潔く着たいシルエットのドレスでございますね。ここの Y 字のここで吊られているからできるこの背中のくぼみとね、そこから出るこうピョンとしたシルエットですよ。ちなみに私が今季買ったのはこのアイテムです。いつかシプー TV にも出るかなと思います。次はこちら、私が購入したアルティダウトのチョーカーです。ですね、2月に誕生日を迎えまして、自分が気に入ったものがあれば買おうかなと思っていて、見つけたのがアルティダウトのこちらのチョーカーなんですけども、チョーカーはアルティダウトさんがずっとやっているアイアムドネーションプロジェクトというプロジェクトの一環のアイテムで、このチョーカーを買うごとに1000円寄付されるという仕組みがあるアイテムになっております。でこの購入した時に寄付先が医療支援と途上国支援と、あと森林保護、3つの寄付先から選ぶことができるので、こう自分のお買い物で、何か役に立てばなという気持ちも込めて。でこれね、チョーカーとってもね可愛いんです。これ真ん中の部分にちょっとこうゴツゴツっとしたストーンが配されていて、で周りの部分はクリソプレーズという、緑色の石なんですけども、金のコーティングがしてあるシルバーのビーズと合わさって作られております。このチョーカーを買うとついてくるのがこちらのシールなんです。かわいいね。これはね、ただのシールじゃなくてタトゥーシールです。今日もねここお察しの通りここ使ってます。ここにあります。ここにハートのタトゥーシールを載せております。これも、コラボレーションでオープナーというタトゥーシールのブランドさんのシールが今回購入したらついてきたので、まだちょっと肌見せのシーズンではないんですけども、ちょっとこのシースルーのアイテムと重ねて楽しんでみようかなと思ってます。でこのピアスもね、アルティダウッドです。多分何回か私服チェックとかでね紹介してる気がするんですけど、可愛いからね合わせて使いたくなっちゃう。最後はこちら、エディターの騎士が購入していたシュペットのシュークリーム。最後におやつをいただきます。これ騎士がバレンタインに向けて、何かいろいろ探してた時に出会ったシュークリームなんですけど、グルテンフリーの健康的なおやつを探していて出会ったという、とても可愛いシュークリームです。ではコメント紹介します。甘いものを食べ過ぎるとすぐに顎ニキビが出現してしまうので、ちょっと美容面に配慮したスイーツを探していた時に出会ったのがこちら、広尾にあるオーガニック玄米粉&オールグルテンフリーのシュークリーム専門店、シュペットのシュークリームです。これがめちゃくちゃ美味しい、そして可愛い。これで本当にグルテンフリーなのというぐらいしっかり濃厚で、すっかりハマってしまいましたということで、ハートが乗っている方がショコラフランボワーズと、あとこちらが期間限定のほうじ茶キャラメルガゼインフリーというものです。はい、ではね食べますね。いやー、あ
ということで、はい、いただきます。うん。カリカリしてるの聞こえます？濃厚。何個でも食べれます。罪悪感なく。これは何かしら。うん。あ、フランボワーズのね。フランボワーズのチョコレートですよ。フランボワーズのジュレも入っております。濃厚なチョコレートのクリームと酸っぱいフランボワーズのジュレとカリカリのシュー生地。1個目完食したところで、2つ目このほうじ茶の方をいただきたいと思うんですが、何か刺さってますね。かわいい醤油差しかな。違います。これがキャラメルなんですね。これをピュッとやるとキャラメルソースが入るということで、いきますよ。あーやーはい、入れました。よいしょ。これ中にほうじ茶のカスタードクリームが入っているらしいですよ。よいしょよいしょ。ということで、いただきます。ほうじ茶とキャラメルって、ほうじ茶ラテ？ね、よく食べたことのある味だけど、なんかちょっとクリーム状になるとまた違いますね。ほうじ茶のね、苦さが際立つ。美味しい。これはね、大人の味ですね。ということで、エディターが最近買ったものたちでした。皆さん気に入ったものがあればぜひコメント欄に書いてください。あと皆さんが最近買ったものでこれ良かったよっていうのもぜひ教えていただけると嬉しいです。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。次回の動画でー。